さあ闇のゲームの始まりだぜ。どうやら俺たちの前に敵がいるようだな。悪いがここが貴様らの墓場だぜ。さあ行くぜ俺のターン。あ、ちょっと待ってこれ。ごめん、届かなかった。ジャンプマスターは二度とやらないぜ。おっと、あの恐竜の足元には超激レアアイテムが埋もれているぜ。こいつは俺のものだぜ。なんだ、何もなかったぞ。という夢を見たのさ。アライセに俺たちと遊んでもらうぜ。カタパルトタートルを召喚。俺射出滅びのバーストストリーム。そして貴様を粉砕。まだ俺のバトルフェーズは終了していないぜ。攻撃魔法ファイヤーボール。早く出ないと松崎しげるになるぜ。バイバイ全滅。めちゃめちゃ敵に追われてるぜ。相棒が来るまで持ちこたえないと。くそやばい。ビッグシールドガードナーを守備表示。あいつ落ちるな。よし相棒、早くあいつらぶちのめしてくれ。相棒、相棒、おい相棒、何してんだお前。いや、やつは独特なステップで拳をかわしている。あれは混乱するエルフの剣士。いや、なんていうか、早く助けて。ここから先は俺のターンだぜ。速攻魔法発動、バーサーカーソウル。人の心を動かすプレイとは何か、俺は探し続けていた。そしてある日、たまたま手に持っていたセンチネルが偶然敵の頭を貫いた時、俺の心臓は激しく鼓動していた。俺の心を動かしたこの武器で、俺は人の心を動かしてみせると強く誓った。貴様のハートを射抜くぜ。最終決戦だぜ、デュエル。俺が最後に見せるのは魂の方向、アルティメットバース。